はいどうも、社会保険労務士の大月です。テーマは2020年受験者必見、厚生年金保険注目すべき3つのことということでやっていきたいと思います。本日も富田先生にお越しいただいてます。先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。厚生年金、ここは押さえておきたいっていう3つのポイントがあればぜひ教えていただきたいんですが、はい、年金については出るのはメインの給付3つなんです。もう統計取ると大体そうなってまして、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金、この3つがやっぱり出てくるんですね。一番ボリュームがあるところでもあるんだけれども、やっぱり出る確率から言うとベスト3はどれですかって言われたらこの3つ。特に優先順位はつけられない感じですか？この中でも老齢厚生年金ですね、一番規定が多いんですね。今回僕したいなと思うのが、在職老齢年金に関して制度の見直しが入ってるんですね。収録してる時にはね、法改正決まっちゃいないんだけれども、注目してる場所なんですね。在職老齢年金はさらに注目しておいてほしいなと思います。皆さん、じゃあこの辺はね、試験当日まで注視していくような。障害遺族についてはどうですか？障害に関しては国民年金との違いに意識してほしい。国民年金の方にある二十歳前障害に基づくうんたらっていう障害基礎年金がこっちにはなかったりとかです。種類がごちゃごちゃになるっていうのが一つと、障害基礎年金と障害厚生年金で支給要件が微妙に違うんですよ。どちらも初診病件、障害認定病件、保険料納付要件っていう3つの要件があるんですが、はい、初診病件とかが微妙に違ったりとか、国民年金との比較ですね。単体で勉強するというよりは、はい、食べて覚えておいた方が本人にとっていいってことですかね、はい、そうですね。遺族厚生年金も実は同じです。遺族基礎年金と比較して要件が違うよねを見た方が分かりやすくなると思います。いずれにしても年金の給付について伝えておかなければいけないということですかね、はい、老齢障害遺族の厚生年金3つ、これがやっぱりベスト3だと思います。余計なことを考えずに、皆さんはこの老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金、この3つをしっかり押さえていけば合格する点は取れると、はい、いうことですので、しっかり押さえてください。それでは皆様からの高評価、そしてチャンネル登録お待ちしております。お願いします。